林隆さん1月8日から1991年11月12日は日本の内務官僚陸上自衛官警察予備隊総体総監保安庁第1幕僚長初代統合幕僚会議議長第11代日本赤十字社社長閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会座長父親は 林や崎地陸軍中将である。肖像医、君位等局実大受賞。警察予備隊中央本部長から数えて、14年もの長期間にわたって自衛隊の頂点にあった。自衛隊創設初期においては、旧内務官僚出身者が要職を占め、特に陸上自衛隊においては、内務軍閥とも呼ばれる勢力が出来上がり、その後の旧陸軍出身幹部との主導権争いの、 要因の一つとなった。そのため、本来は、選挙を通じて国民から信託された、政治家による民主的正当性を持った、軍事力の統制を意味する、文民統制の原則が、文官による武官の統制とされる、誤った解釈と運用がまかり通るようになり、その影響は、警察予備隊時代から数えると創設から65年に、わたり残存することとなった。 1952年10月15日の保安隊創立記念式典での林。ありがとうございます。